ガルフストリーム G500、G600 試験飛行中の G600、ガルフストリーム G500 と G600 はガルフストリームエアロスペース社が設計製造をする双発のビジネスジェットである。両モデルは2014年10月14日に公表された。G500 は現行の G450 を置き換えるもので、 航続距離は 9816km、G600 は G550 を継承するもので、航続距離は 12223km である。G500 は2015年5月18日に初飛行し、アメリカの形式証明を2018年7月20日に取得、同年9月27日に初号機が引き渡された。 長堂型の G600 は2016年12月17日に初飛行し、アメリカの形式証明を2019年6月28日に取得、同年8月8日に初号機が引き渡された。両機は2014年10月14日にガルフストリーム社から発表された。2018年ヨーロッパビジネス航空展示会での G500G500 は2014年10月14日の 発表時に自力で地上走行を行い、2015年5月18日に初飛行をした。当初は2017年に形式証明を受ける計画だった。2017年5月までに G500 の試験機4機と量産機1機が2年間で、延べ745回、2900時間の飛行を行い、年末の形式証明取得に向けて順調に進んでいた。 2017年8月、FAA は飛行試験の前段階となる形式検査承認を G500 に与えた。この時までに5機の試験機は延べ820回、3100時間を超える飛行を行い、客室システム、ブレーキ、照明、飛行騒音、燃料系統の試験を終えていた。5機目の G500 は量産型の内装を備えており、実際に就航する最初の機体として、 デモンストレート用に使われることが予定された。同月20日までに G500 は延べ905回、3460時間に及ぶ飛行を行い、その中には高度15900メートルでマッハ0.995に達した飛行もあった。2017年10月の NBAA 展示会で G500 のマッハ0.85での航続距離は200回り、増えて五千二百海里に、 マッハ0.9での航続距離は600回り増えて4400回りに伸びたことが発表された。この発表までに5機の G500 は延べ995回、3690時間の飛行をしており、その中での最長飛行は、ロンドンからラスベガスへの10時間19分に及ぶものだった。しかし、航続距離を伸ばしたために追加試験が必要になった。 ことと、サプライヤーの開発がエアサの試験スケジュールに間に合わなくなったことから G500 の形式証明の取得は2018年前半に延期された。2018年5月時点で FAA の形式証明に必要な300時間の実用飛行テストは、延べ69回、18万5 0 0 0トル240時間に達していた。その後、氷結条件下での飛行や、 高高度での離着陸試験も完了し、実用飛行テストは2018年夏に完了した。5機の G500 による飛行は延べ1355回、4955時間に達した。2018年7月20日、ガルフストリームは G500 の形式証明と製造証明を FAA から取得した。G500 はビジネスジェットで初めて着陸時のエブスの使用が許可された。 エブスは、赤外線カメラで撮影した画像などをヘッドアップディスプレイに移すことで、視界不良下での操縦を支援する装置である。G500 の形式証明では、空港の滑走路し距離が300メートル以上あれば、自然視界に頼らずにエブスの映像だけを見て、滑走路に侵入し着陸することが認められた。また、今後の検証によっては、 この仕距離条件をさらに短くすることも可能である。2018年7月23日、エンジンナセルのサプライヤーであるノーダム社が破産の申し立てをしたため、生産はペースダウンすることになった。9月26日、裁判所がガルフストリームによるナセルの製造ラインの買収を許可したため、ナセルの生産は再開された。 G500 の初号機は2018年9月27日に顧客に引き渡された。2020年10月、G500 の航続距離は100回り延長され、マッハ0.85での飛行時は5300回りに、マッハ0.9での飛行時は4500回りになった。2018年ヨーロッパビジネス航空展示会での G600 長道型の G600 は2016年12月17日にサバンナ・ヒルトンヘッド国際空港で初飛行をした。2018年の就航予定に向けて飛行試験機4機と量産型1機が用いられる予定である。2017年8月20日までに4機の G600 は延べ175回、780時間の飛行を行った。 その中の最長飛行は13時間5分に及ぶものだった。初期の飛行放落線の拡張、飛行性、飛行上覧、ブレーキ、失速、不可構成、パラメータ同定、上昇性能に関する検証を終えた。2017年10月に NBAA 展示会が開かれた時点で5機の G600 が飛行しており、2019年前半の就航が予定された。 またこの展示会で G600 のマッハ0.85での航続距離は300回り、増えて6500回りにマッハ0.9での航続距離は5100回りに伸びたことが発表された。2018年10月マッハ0.9での航続距離は再度伸ばされて5500回りになった。G600 の形式証明取得と就航は G500 と同様に2018年に行われる。 予定だった。2018年10月までに飛行試験は延べ685回、2600時間に達し、飛行性や離着陸性能などの試験を終えた。この時点では、年末までの形式証明取得と2019年の就航が予定されていた。しかし、12月22日から2019年1月25日まで続いた連邦政府閉鎖のために、 FAA の検査プロセスは停滞し、G600 の形式証明取得は2019年、第2四半期にずれ込むことになった。2019年6月28日、FAA から G600 の形式証明と製造証明を取得した。そして8月8日、アメリカの顧客に初号機が引き渡された。2020年10月、G600 の航続距離は100回り延長され、 マッハ0.85での飛行時は6600回りに、マッハ0.9での飛行時は5600回りになった。G500 は G450 を更新するモデルで、同じ燃料消費量で速度が約30ノット速く、飛行距離も18%伸びる。G600 は G550 を継承するモデルである。g のキャビン量モデルの胴体はつの円弧から、なる断面形状で、 G650 に似ているが幅と高さが 18cm 小さくなっている。また、脱走ファルコンに似たサイズであり、G450 や G550 と比べると、キャビン口が 5.1cm 高く、キャビン幅が 18cm、床の幅が 20cm 広がっている。胴体の外径は、高さが 2.54m、幅が 2.57m である。 量産型の G500 は、プロトタイプよりも2枚、多い14枚の窓を持つ。翼は超輪界翼で、揚力係数に応じて0.87から0.88の抵抗発散マッハ数を持つ。翼のデザインは、G650 と同じで36度の高体格を持つ。G600 の翼長は、G500 よりも2.4メートル長く、燃料を4 5 0 0ラム多く搭載できる。 両モデルの尾翼は G650 の尾翼の空力形状やシステムを元に新設計されている。機体は主に高張力のアルミニウム合金でできており、鋼鉄やチタン合金の使用は抑えている。水平安定板、カウル、主脚ドア、方向打、昇降打、レドーム、高部圧力隔壁、ウィングレットは複合材でできている。セミモノコック構造の胴体は外 骨組み、論辞論からなる、応力構造となっている。G600 の PW815 エンジン量モデルは、プラットホイットニーカナダのターボファンエンジン PW800 シリーズを動力とする予定で、G500 には PW814 が、G600 には PW815 が搭載される。このエンジンシリーズは、もともとは、セスノサイテーションコロンバスに使われる予定だった。 PW800 は原則ギアを持たない PW1000G の技術を用いている。ガルフストリームにとってロールスロイスのエンジンを使わないのは初めてのことだった。G500 は高度12000メートル国際標準大気マイナス5度の環境で巡航する際、マッハ0.9で飛行するには、毎時 1320kg の燃料をマッハ0.85で飛行するには、 毎時線 90kg の燃料を消費する。高度 13,500m、国際標準大気マイナス8度の環境では、マッハ0.9で飛行するには、毎時線 200kg の燃料を消費する。G600 のコックピット電気系統や油圧系統には、G650 の技術が用いられており、例えば、デジタル式のエアデータコンピュータ、電子制御の予備配電、キャビン音響処理、 主要な航空電子機器、衛星通信、改良された、キャビンマネジメントシステム、デジタル制御のフライバイワイヤーなどがある。酸素系統、キャビンの余圧、ランディングギアの制御、航空危険全制監視システムは、G650 の技術を改良している。補助動力装置には、ハネウェルの HTG400G を用いている。ベイシステムズのアクティブサイドスティックを備えており、 機械的につながっているように見えるが、裏では電子制御されている。これは民間の飛行機では最初の事例である。ハネウェルのシンメトリーフライトデックは独立したスイッチ類の代わりに主ディスプレイ4機と頭上のタッチスクリーン3機を備えている。グレアシールドにはタッチスクリーンが4機あり、各座席の左右にタッチ式の待ち受けディスプレイがある。エブスは 電子機器システムが揃えた情報を42度30度の視野角を持つヘッドアップディスプレイに映し出す。ガルフストリーム社の関連する開発。ありがとうございます。